はい、皆さんこんにちは。ジジイのポチッとのコーナーです。はい、何でもね作れそうなんは自分で作るんですが、はい、今回だけはねちょっと作れへんのんちゃうかないうことで、はい、大人買いをしました。はい、それじゃね開けますね。はい、まずねこのステッカー、はい、これおまけに入ってましたわ。はい、それにねこの、ターブを引っ掛けるね、デルタフック、これもね4つ入りのんを2セット、はい、これはね次回まだ紹介しますね。はい、それではね今回紹介するやつ、チタン製の T3、 一般に言うごとくいうやつですわ。それにデルタストーブの DS-01、それとね、それに使うねオープンパネルオプションになれます。はい、そのねデルタストーブをもっと強力にするね、はい、このロースター、その4点になります。はい、あとでねオプションとか欲しくなって送料とか考えるよりも一遍にね買った方が安つくしね。はい、今回はまとめ買いしました。はい、まず紹介するのがねチタン製のごとくです。はい、バーゴとかねそんなんのストーブを持っていたらこれだけでもね購入する価値があります。はい、このごとくねなんか見た感じ、あの寿司屋のタイの鯛、はい、鯛の中に入ってる骨ね、それと形が同じちゃうかなーってねさっき検索したらね丸っぽ同じでしたわ。両足がね、はい、そのタイのタイにそっくりです。はい、皆さんもねほんまかなー思うんやったらねいっぺん検索してください。はい、セットできたんでね説明しますね。この上部ありますね、これがあのフラットになっているので、小さなクッカでも、はい、これねとか大きなクッカーでもあの全体に受けることができるので、あ、見えます、はいはい、ちょっとこっちありますね、全体にね受けることができるので端に置いてもね全然問題なくお湯を沸かすことができます。安定していることですわ。はい、こうしてねアルコールストーブ使ってお湯を沸かしていくいう時にはね、はい、このごとくがね重宝するんちゃうかな思いますよ。はい、しかしね一からストーブもごとくも揃えるんや言うにやったら他のと組み合わせるよりも、今回私が買ったねこのデルタストーブ、それとごとくを組み合わせた方がコンパクトに収まるしお得感があるんちゃうかな思いますよ。なぜかというとこのごとくに合うように設計されたストーブですからね。はい、パーツの方は4個です。はい、それではねデルタストーブの DS-01、 はい、それをね組み立てていきますね。はい、説明するほどね難しくないのでちょっとね見ていってくださいね。はい、今回ねここのメーカーを選んだいうのは、あ、今日はコーヒーだけ飲みたいなーっていう時はあのデルタストーブだけでいいし、いやいや今日は焼き鳥もしたいでーいう時はね他の組み合わせもできるいうことでね、いろんな楽しみ方ができるいうことでここのメーカーを選んだんです。はい、あとはね裏返して底を押さえたら完成になります。先ほどのごとくをここに置いてフラットに使うか、それかねあと2箇所切り込みがあるんで、はい、ここねここに置くと1センチね上に上げることができるんです。それと、はい、こちらねこちらに上げると2センチ上げることが可能になります。はい、それにねこのオプションのオープンパネル、これを加えることによって他の方法でまたね使うことができるんです。はい、ちょっとはめますね。
はい、この部分ですわ。これを外して、このオープンになったね、これをはめるんですけど、はい、それやったら初めからこっちと組み合わせて打ってくれよ。はい、そう思いませんでした？はい、なんかね、こっちの方が便利良さそうやし、はい、こう裏返してね。そしたらね、これをここから入れて、ここで火力の調整とかね、火を消したりもできるんですわ。はい、さっき言ってるようにあのパレードいらんやんけって思うけども、実はね、はい、こっちに使えるんですわ。これこれ、はい、今度はね、さっき外したやつをここにつけて四角にするんですわ。四角に、スクエアいうのかな、はい。はい、それにね、加えるオプションがこのテトラロースター、はい、今までの作りよりもね、2倍か3倍ぐらいね、ちょっとね、厚みがあるね、しっかりしたロースターをはめていくんです。はい、こちらの方もね、コンパクトになるように2分割になっています。はい、加えるときはね、一旦これを外して、はい、こうね、はい、これだけですわ。そして裏返して、さっきのあと1枚ね、これを入れたら四角いごとくになるんですわ。はい、さっきいらん言ってたやつね、実は言ったんです。それに手持ちの丸い網とか、ここのメーカーが推奨してるね、この網、これを使うことによって一時ね、品切れいうか、めっちゃ人気があった100均の100すき、これがね、使えるようになったんです。びっくりでしょ、いろんなもんが使えるいう、そういうストーブなんです、これは。はい、やっぱりね、ここまで聞くとみんな揃えてみたいですね。はい、四角いのをね、洗うのって大変やけど、はい、これみたいにね、1枚ずつ外せたら1枚ずつ洗ってもいいし、なんやったらね、めんどくさい思ったらみんなまとめて、はい、こんな感じでね、いっぺんにガチャ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 ってね洗うこともできるんちゃうかなと思ってね。いかがでしたか、じゃないわ、 あともう一つ説明あって、あ、このストーブでしょ、これね、このメスティン、はい、皆さんがよく使ってるメスティン、これにぴったり入るんですわ。見てくださいね、ほら、見てない、見てないって今入れたやん、はい、ほんだらね、見えるように今度は反対からね、ほら、はい、押さえたりしゃんのもぴったり入るんです。はい、これにね、何やったっけ、あ、モンベル、モンベル、モンベルの端とで、ごとくね、ほんでアルコールストーブ、それに予備の燃料、アルコールね、入れて、ここの隙間に1合のお米、はい、どうです、これがぴったり入るんですわ。これを名付けて、どこでもご飯いかがでしたか、次回もよろしく。はい、詳しくはね、また説明欄の方に貼っときます。やっぱね、ストーブとかごとくいうのは汚れたり使用感がね出てきたりするので、あの100均のケースとかスポンジを利用してね、一つにまとめて入れとくのがいい方法ですね。はい、ただね、どこにしもたんやろうってね、よう思うことありません？はい、そんな時に役に立つのが、はい、このステッカーですわ。はい、ジジイのワンポイントでした。